よし行くぞ。行きます。そこや行くぞ。えいっ、さあかかってこい。やらよし、せいっ、やまかせてくれ。えいっと、まだまだいける。全力で行かせてもらいます。やあ、これで一安心ですね。セイフォー、敵接近、迎撃を開始します。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。イエスだ。新手か、望むところだ。私の番です。やあ、よーや、戦闘終了、警戒態勢に戻ります。えいっ、さあかかってきなさい。よし、はっ、よし、えいっ、はっ、まだまだいける。行くぞ。はい、そこ任せてくれ。よし、
ますね。エニグマ駆動。よし。エニグマ駆動。
全力で行かせてもらうぞ。エルドラ駆動。行きます。エニグマ駆動。俺の番だな。やっはっ。よし、やろう。ぐっ、いきます。やろう。なんとかなりましたね。よし。お疲れ様でした。それにしてもあのアーネストという男、どうやら元議長の方は無理やり付き合わされてるみたいですけど。わからない。ただユアヒムと同じ力を手に入れようとしているのは確かにだ。教団事件の黒幕と同じ力。マフィアやベルガード門の部隊を意のままに操ったあれですか。ああ、それも危険だったけど、さらに立ちが悪い力がある。人の心や背景を見る力だ。こいつ、私たちの記憶を。まさかそこから再現したのか。それっていろいろとまずくありませんか。ああ、ある。どんな風にも悪用できてしまう能力だろう。それどころか、我には全てが見えるのだ。キーヤ様の失踪のからくり、そして貴様の兄の死のクロスベルの地に課せられた避ら。ロイドさん。いや、いずれにせよアーネストにヨアヒムと同じ末路を歩ませるわけにはいかない。絶対に生かして捕まえないとな。ロイドさん、その例の首謀者が死んだのは別にロイドさんのせいじゃ。それでも死なせずに捕まえることはできたんじゃないかと思ってさ。今更なのは百も承知だけど、うじうじしてるとランディにまたどやされるかな。先を急ごう。アリオスさんたちと合流しないと。ええ。弱き虫から聞いた通りだ。
この場所ならば私の目的も万事滞りなく達せられるだろう。いい加減にしないか。ヨアヒムといい、貴様といい、気が触れたようなことを、貴様らの妄想に私を巻き込むんじゃない。あなたこそ人のことをとやかく言えるような立場かな。楽園でしたか。あんな場所を利用していた割には随分と偉そうな物言いですね。あれは教団の手先に騙されて連れて行かれただけで、あんな悪趣味な場所と知っていれば断じて首を突っ込んだりしたものか。おまけに妙な薬まで盛られて、私の方こそ完全な被害者だ。やれやれ、そのような釈明が世間に通用するとお思いですか。クロスベルタイムズが独占取材したらさぞか。そこまでだ。お前たちは。おやおや、君たちか。面倒な連中を撒いたと思ったら、とんだ雑魚が紛れ込んできたものだ。その巨大な祭壇、ここがロッジの採用か。アリオスさんたちはどうした。ああ、風の牽制と捜査一課のエースとのか。さすがに厄介だったので足止めさせてもらったよ。今頃魔導人形10体相手に翻弄されている頃だろう。あの化け物も10体も。おかげで死から受け継いだ駒を使い切ってしまったがね。だがこれであの連中も確実に始末できるだろう。私はゆっくりとこの聖なる場所で目的を果たさせてもらうとしよう。させるか。手を挙げて投降しなさい。やれやれ、状況が分かっていないようだな。なるほど、一時的に支援課を離れてマクダイル先生の手伝いをしているのか。まさかロイドさんの記憶を。さらに新市長と新議長による新たな体制法案作りへの拒否。なるほど、そうすることでこれまで以上に支援課が動きやすい。政治的新市長の提案らしいが、なかなか興味深い試み。だがエリーのような人材を警察ごときに埋もれさせておくのは愚かとし、私が市長となった暁には特務支援課は、そして彼女は私の専属秘書として存分に才能を発揮してもらう。それがいい。そうしよう。ふざけるな。あんたのふざけた妄想にエリーを巻き込ませるものか。ロイドさん、すごい迫力。そもそも君のような小僧がエリーと釣り合うも、彼女の目を覚まさせるためにも悪い目は摘み取らせてもらおう。この聖なる場所ではいつもの覚醒もことさら心地よい。大いなる望みを叶える前のささやか聖であがいて、もがいてのたうち回ってもらうぞ。そうはいくか。対象1名、制圧を開始します。手強いぞ、気をつけろ。了解です。行きます。速攻。任せてくれ。
ロイドさん、お願いします。行くぞ。行きます。任せてくれ。これで決め。行きます。俺の番だな。俺の番だ。えいっ、やっ、よーし、はっ、任せてくれ。よっしゃ、行きます。はっ、がっ、よし、よし、もう大丈夫だ。これは全然聞いてない。Sick!
かりしろ。ヨアヒムが真実を語っていたとは限らないだろう。黙れ。まあいい、まずは手始め。その上でクロスベルへ帰還し、巫女とエリーを。ロイナさん、危ない。なんて化け物。それではさらばだ。わしょうなる己の身を嘆いて塵と化すぐらい。そこだ。ダドリーさん、アリオさん。やれやれ、なんとか間に合ったか。ロイド、ノエル総長、よく持ちこたえてくれた。お二人の方こそよくご無事で。さすがに10体は手こずらせてもらったがな。話は後だ。まずはこいつを無力化する。尋常な相手ではない。我々の全力をぶつけるぞ。一気に行くぞ。言われるまでもない。行くぞ。風間さん、行くぞ。我が剣に伝われ。オーニー封じるでしょ。私の番だ。貴様さん、もう許さんぞ。おー、気がいい。ジャスティスハンマー。私の番ですね。俺の番だ。さあ、行くぞ。参る。私の番だな。ふん、参る。チャオ。よし、いいだろう。はっ。いくぞ。訓練不足でした。立て直すぞ。風間と光、我が剣に伝え。なんとかしなくては。
けるか。立て直すぞ。死亡時の報告にあったやつか。諦めるんじゃない。
アニムス、お前ロイドさん。それとこれとは話が別だ。あんたは確かに罪を犯した。でもだからといってこんな場所で死んでいいほど罪深かったとは思えない。それにあんたが死んだらエリーやマクダエル議長だってきっと悲しむだろう。だから絶対に自分を取り戻してくれ。マクダエル先生、間に合ってくれたようだ。何？天にいます我らの主よ、魔に惹かれし哀れな迷いを御身の光で呼び戻さぬこと。教会の聖句。あんたは？すんません、時間がないんですぐに処置させてもらいますわ。君ちょっとどいてもらえるか。はい。うん、崩壊一歩手前やね。けどなんとか踏みとどまってくれたか。これなら我が深淵にてきらめく青の刻印を。光となって暗き正気を払い迷いをの道を指し示せ。これはあの光は一体。なったか。どうですか。うん、気絶しとるだけ。数日は起きられへんけど命に別状はないやろ。いやきっと。それはともかく、あんたは一体何も教会の神父のようだな。一体どうしてこんな。あれ、アリオさん、俺のことをこちらの皆さんには話してへんのですか。間に合うかどうかわからないと言われたからな。立場が立場だろうし、念のため伏せさせてもらった。なるほど、助かりますわ。いやー、相変わらず気が利いてはるお人やな。君の方こそな。ありがとう、来てくれて本当に助かった。どうやら勝手に保険をかけられたようだな。七王教会風聖省に所属する聖杯騎士殿と見受けるが。風聖省聖杯騎士、確かアーティファクトを回収するっていう。お見通しでしたか。はじめまして、七王教会聖杯騎士団に所属するケビン・グラハムです。アリオスさんの連絡を受けて参上させてもらいました。どうかお見知りおきを。
それではダドリーさん、二人の保存はよろしくお願いします。ああ、任せておけ。ケビン神父、礼を言わせてもらおう。まあ、本当なら事前にこちらに連絡してほしかったな。いや、そうしたいのは山々やったんですけど、何分うちらにとってはクロスベルは鬼門でして。クロスベル教区の責任者、エラルダ大司教の意向か。そうか、前にマーブル先生が言ってた砲術の専門家って。ああ、俺らのことやろね。ま、いろいろあって大司教さんにはえらい嫌われてしまっててな。クロスベルでの聖杯騎士団の活動については一切禁じられてしまってるんや。エラルダ大司教ですか。私も会ったことがありますけど、すごく厳格そうな人ですよね。厳格も厳格、あんな頑固な人見たことないわ。ま、俺らもいろいろやっとるから、彼みたいな真っ当な人から見たら我慢ならんのかもしれへんけど。いろいろって。ま、古代遺物に関わる事件は綺麗事だけでは済まないということだ。ケビン神父、とにかく今回は助けられた。改めて礼を言わせてくれ。アリオスさんには前にでかい借りがありますしな。褒めたら例の教団の件も含めて俺もついていきたいとこですけど、ま、大司教を刺激したくないですし、何か分かったら教えてください。ああ、ギルドを通じてそちらに連絡させてもらおう。ロイド、ノエル総長も今回は本当によくやってくれた。正直あんまりお役に立てませんでしたけど。いや、総長は本当に助けになってくれたよ。俺の方こそ、やっぱりまだまだ未熟ですね。本当なら逮捕まできちんと皆さんを引っ張らなくてはならなかったのに。うん。うぬぼれるな。支援課による逮捕というのがあくまで建前であるというのはお前もわきまえていたはずだ。その上で自分が本当に役に立たなかったと思うのか。それは次回もいいが、客観的な自己評価と状況判断は上級捜査官に必須だ。ダドリーさん、本当に素直じゃないですね。よくやったの一言くらい言ってやればいいもの。うるさい。とにかくバニムス、これで一課の研修も終了だ。今回の事件で学んだことと合わせて新たなスタートに生かすのに。はい、ありがとうございます。それでは俺たちは一足先に行かせてもらおう。また協力するようなことがあればよろしく頼むぞ。ええ、こちらこそ。お疲れ様です。そんじゃ、お元気で。いやー、君らも幸運やね。所属は違ってもいい先輩に恵まれてるみたいやないか。え、本当にそう思います。そうですね、セルゲイ課長もそうですし。それで君らはどうするん？このまま列車でクロスベルに戻るつもりか？ええ、そうするつもりです。そうだ、ケビン神父、この後のご予定は？クロスベルまで一駅ですし、よかったら寄っていただいてお礼をさせてほしいんですけど。いやー、ありがたいけどこれから待ち合わせがあってな。本当なら例の教団についても詳しい話を聞きたいんやけど。 DG 教団ですか。やっぱり教会の方でも何か掴んでいるんですか。いやー、それが全く。俺らが教団と関わったのは4年くらい前の事件が最後やね。4年前。各国の軍やギルドが協力した一斉制圧 T
摘発作戦の後ですよね。ああ、あれから取りこぼされたロッジの一つを制圧したんや。ここだけの話、教団の中でも最悪と言えるようなロッジだが、正直人体実験がマシに思えるほどイカれた儀式をしてた連中やった。そうですか。本当に最低の連中だったんですね。ま、実はその時にアリオスさんにえらい助けられてしまってな。でかい狩りを作ったままやったから、今回お手伝いできて助かったわ。そうだったんですか。でもおかげで犯人を生かしたまま捕まえることができました。ありがとうございます。本当に助かりました。いやいや、さっきのメガネの人も言ってたけど、なんとかなったのは君のおかげやで。俺のですか。ああ、あの兄さんがギリギリのところで持ったのは君の言葉があったからやろ。そうでなかったら俺が処置しても多分助けられへんかったはずや。そうでしょうか。ええ、きっとそうですよ。ロイドさんが必死に語りかけたから彼も自分を取り戻せたみたいだし。総長特務、また機会があったら詳しい話でも聞かせてや。これで教団の件も一通りケリがついたはずやけど、また何かあるかもしれへんしな。それじゃあ俺たちはこの辺りで失礼します。お疲れ様でした。あ、そちらこそお疲れさん。ロイド君か。なかなか見込みがありそうやな。エステルちゃんたちの力にもなってくれたみたいやし。せやけど今回ばかりはどうも分が悪いかもしれん。ケビン、なあ、遅かったやないか。で、なんやその紙袋は。そこの屋台で売ってたアルタイル名物の焼き栗。だからって紙袋いっぱい買うことないやろ。まったく、そんな調子でこれから大丈夫か。やっぱり俺もついて。ダメ、ケビンの悪名は知られすぎている。エラルダ大司教に潜入がバレたら火炙りにされるかもしれない。いくらなんでもそこまではされへんやろ。いや、でも天霊賞の応援の件があったか。あの一件で風星賞への態度をますます硬化させたみたいやし。その点、私一人なら目くらましにはもってこい。それはケビンにも分かっているでしょ。なあ、もう、まったく総長も、よりによってなんでこいつを。的確な人選。ケビンこそ私がいない間無茶はしないように、セサルさんとマーカスさんにあまり心配はかけないこと。へえへえ、分かったわ。しかしリース、ほんま気をつけるや。お前がこれから向かう場所は正直何が起きてもおかしくない。いざとなったら俺を呼ぶなり切り札に頼るんやで。それは心得てるけど、そんなに悪い状況？ああ、生族双方の意味合いでな。どうやら連中も密かに動き出しとるらしい。魔とクロスベル、その名の通りになるかもしれん。
でも無事に任務が片付いてよかったです。正直足を引っ張ってしまうんじゃないかと心配性だな。ソーニャ司令だって総長に見込みがあると思ったから推薦したんだろうし、とにかくこれからは改めてよろしくお願い。はい、こちらこそ。あ、でもロイドさん、ちょっとよろしいでしょうか。うん、一応これからしばらくの間正式にお世話になるわけですし、軍服も着てないわけですから、その総長というのはちょっと。ああ、それもそうか。でもどうしよう、呼び捨てでも構わないかな。ええ、それでお願いします。それじゃあノエル、改めてよろしくお願いするよ。そうだ、そっちもよかったらもっとフランクに言ってくれ。同い年だし同僚なんだから気を使わないでほしいんだ。え、私がロイドさんのことを？無理無理、そんなの無理ですよ。あくまで警察官としては新米ですし、勉強させてもらう身分なんですから。いや、そんなに堅苦しく考えることないと思うけど、エリーとランディだって年の差関係なくタメ口だしさ。いや、そのなんというか性分みたいで、一度そう思い込んじゃうとなかなか変えられないというか。でもロイドさんがそうおっしゃるなら、なんとか努力してタメ口を。いや、別に無理はしなくていいから根っからの体育会気質なんだな父の影響かもしれませんね。厳しい人で、私も普段も小さい頃にしつけられましたから。へえ、お父さんの。あれ、君たちのお母さんには何度か会ったことがあるけど。父は10年ほど前に亡くなりました。クロスベル警備隊に所属していて、その任務中の事故で。そっか、悪いことを聞きようとして君が警備隊に入ったの。どうでしょう、あまり自覚したことはないですけど。でも父と同じようにクロスベルという地を守りたかったのは確かかもしれません。その意味では所属は違ってもフランも同じなのかもしれませんね。そっか。ロイドさん、ごめん、なんでもない。でも君が来てくれてこちらは本当に助かったよ。人手が足りないってのもあるけど、この先何が起きるのか正直予想できないくらいだからさそう言ってもらえると光栄ですけど。でもマフィアがいなくなって市内の治安も改善されたんですよね。兵ゆえは残っていますけど、目立った動きはないみたいですし。表面的にはね。ただ一つ言えるのは、ルバージュという組織が一定の役割を果たしていたことだ。クロスベルの治安を守る意味でね。マフィアがクロスベルの治安を守っていた。まあ結果的にだ。クロスベルの置かれている特殊な状況を考えてみてくれ。自治権はあっても国家としては独立しておらず、二大国の干渉を常に受けている。犯罪を取り締まる法律は穴だらけで、入国規制もほとんどない。本来ならヘイユエどころか他の犯罪組織やテロリストなんかが跋扈してもおかしくない場所なんだ。ああ、それじゃあ今まではルバーチェがそれを抑える役割を認めたくはないけど、結果的に一定の秩序を裏し、それが何の前触れもなく教団という最悪に巻き込まれる形でしょ。パワーバランスの崩壊ですか。ああ、帝国派と共和国派の議員たちが失脚したのも同じことが言える。代弁者がいなくなったことで、逆に両国からの圧力が今まで以上に露骨になる可能性は高い。だからこそ新市長は俺たちに期待してるんだろう。なるほど、
ようやく納得しました。エリーさんやランディ先輩、ティオちゃんが一時的に離れたのもそれが理由だったんですね。ああ、新たな局面を前に可能な限り各方面と連携してより高度な活動ができるようにする。俺も一家で研修させてもらっていろいろなことを叩き込まれたし、さらに人手が足りなかったから新たな戦力も要請したってわけさ。呼んでいただけて光栄です。でもそういえば、ん？もう一人の新メンバーって前に会った彼ですよね。正直意外だったんですけど、どういう経緯なんですか？ああ、彼ね。いや、新しい人手を俺たちが探し始めた矢先に新市長からの推薦なんかも取り付けてきたから、断るに断れなかったんだ。市長の推薦ですか？ああ、IBC ビルの危機に力を貸した謝礼と引き換えに推薦状をもらったらしい。そもそも特務支援課が新規メンバーを探してるなんてどこで聞きつけたのや。本人は面白そうだからとかしれっと言ってたけど。それって大丈夫なんですか？まあ悪いやつじゃないのは確かだよ。そりゃ経歴不詳だったり裏社会にやたらと詳しかったりホストなんかもやってるけど、なんだか言っててだんだん不安になってきたな。大丈夫ですよ。確かに皮肉屋で口は悪いけど悪い子じゃなさそうでしたし。そう言ってくれると正直君とはソリが合わないかと思ったからさ。確かに私もからどちらかというとロイドさんをいじる方が彼に勘弁してほしいんだけど。普段が騒いでたとか言わない方がいいのかな。乗客の皆様にまもなくクロスベル自治州クロスベル市に到着いたします。リレールレビューナオ大陸鉄道公社規約に基づき当列車はクロスベル駅にて30分ほどでエルモニア方面に向かわれる方は入国申請書をご記入の上臨検官への提出をお願いいたします。一駅だけだからあっという間だった。ええ、それでも数日留守にしているとなんだか懐かしい感じ。そうだな。全員が揃うのはもうちょっとしてからか。キーヤ、寂しがってないといいけど。それに私ベルネと何かおじさまたちに協力できることがあるかもしれないから。ああ、俺も今のうちに補給。また。ええ、そのさっきの続きは全部解決した後にでも。それじゃあまた後でね。あれからお互い忙しくてあんまり進展してないけど、エリーが戻ってきたら何とかしてあの時の続きを。いやいや、続きじゃないだろ。もっと真面目に考えないと。ロイドさん？あ、いや、その何でもない。それにしても疲れたな。早く支援課のソファーで休みたいよ。ロイドさんの反応が怪しい。
迎えに来てくれたのか。平気だよ。ただいま、キーヤ。おかえり、ロイド。ロイド、帰りなさい。ただいま、キーヤちゃん。お姉ちゃん。あ、ほら。お姉ちゃんが無事でよかった。お帰りなさい。怪我とか。見ての通り大丈夫。っていうかたった数日なのにそんな大げさにしなくても。お姉ちゃんは分かってません。時間なんて関係ねえ、キヨちゃん。そうそう、その通り。なんだか戻ってきたって実感がありますね。ロイド、お帰りなさい。エリー、もう戻ってきたのか。うん、つい昨日にね。おじい様の手伝いも終わったし、私も今日から復帰できるわ。そっか。ねえねえ、ロイドとエリー見つめ合ってどうしたの。いや、別に。そうそう、久しぶりだったからつい懐かしいなって。やっぱりこの二人ってそういう関係なの。私の見立てだと決定的な関係じゃないみたい。気になるならまだチャンスはあるかもよ。あ、私はそんな。あ、ノエルさんもお疲れ様。危険なことはなかった。ロイド、たまに無茶なことをしてかすことがあるから。いえいえ、エリーさんこそお疲れ様です。確かマクダエル議長の付き合いで各国を回ってたんですよね。ええ、大した手伝いができたわけじゃないけど、でもいろいろと面白い情報を仕入れてくること。そっか、後で改めて聞かせてもらう。しかしこれでティオとランディが戻ってたら言うことないんだけどな。ま、今月中には二人とも戻ってくるだろう。それよりロイド、ちゃんとケリはつけてきたのか。はい、無事両名とも逮捕しました。ダドリーさんとアリオスさんが拘置所の方に護送しています。そうか、ま、これで教団絡みの事件は一段落したと見ていいだろう。分かってると思うが、ぼしぼし頭を切り替えてもらうぞ。はい、そのつもりです。ノエルの方は改めてよろしく頼む。今日からでいいんだったな。はっ、ノエルシーカー、本日より特務支援課へ出向させていただきます。うえこれでお姉ちゃんもお仲間だ。そんなにかしこまらなくてもいい。ソーニャからも聞いてるだろうが、うちにはうちのケースがある。軍隊式の上位カタスはとりあえず捨ててもらう。努力します。揃っているみたいだね。あ、ワジ。あ、ワジだ。お勤めご苦労様。その調子だとうまくいったみたいだね。ワジの情報があったから、アルカイル氏の情報屋にもなんとか接触できたけど、一体どこであんな情報を仕入れてきたんだ。蛇の道は蛇ってね。他ならぬ君のためだ。役に立ったのなら嬉しいよ。あ、わわ、ちょ、近いって。なんでにじり寄るんだよ。愚問だな。君の反応が面白いからに決まってるじゃないか。あのな、マジ
な子だな。なんか楽しそうだね。いいな、特務支援課。お姉ちゃんのキアちゃんもいるし、困ってるロイドさんも見られるし。いや、羨ましがられても困るから。やれやれ、じゃれるのはそのくらい。ともかく、これが新生特務支援課のスターティングメンバー。リーダーとしてロイド・バニングス。はい。リーダー補佐エリー・マクダイル。はい。警備隊からの出向ノエル・シーカー。はい。臨時の準メンバーとしてワジ・ヘムスフィア。いや。本日18時30分をもって特務支援課の再始動を宣言する。前以上に楽しいお仕事が舞い込んでくるはずだから、楽しみにしておくといい。